河諸直。孔の諸直は、鎌倉時代後期から南北朝時代の武将、足利高氏時代に出事を務めた。本性は、高品氏だが、一般的には名字である孔と意味がである諸直の間に、のを入れて呼ばれる。現氏の当領、源、義家の諸士と言われる高品これ明。実際は、宇母弟かが、 義家の三男よ国にと共に下屋に従したことに、始まる。以来公子と称して、足利氏の出自職を、代々務めた。甲諸しの子として生まれる、足利高氏の側近として、倒幕戦争に参加し、県務の申請においては、死体と共に、久保所、雑草決断所の奉行人に任じられている。県務二年、1335年、高氏が、 五代醐天皇に中仙台の乱を機に離反すると、高氏に従って、鎌倉へ下校し、県武三年、1336年2月に、九州へ逃れた時にも従い、5月の港川の戦いでも共に戦うなど、終始高氏の補佐に努めた。延元三年、県武5年、1338年、高氏が征夷大将軍に任じられ、 室町幕府を開くと、将軍家の出自として、絶大な権勢を振るった。孔子の一族で、侍所や恩賞方の養殖を占め、河内、泉、伊賀、尾張、三河、越後、武蔵など数カ国の守護職を担った。南北朝の動乱では、1338年に、泉石津で北畠秋家を討ち、昭平3年、昭和4年、 1348年の四条縄手の戦いでは、楠木正幸、正治兄弟らを撃ち、さらには、吉野山へ攻め入って焼き払い、吉野城の甲を参照南朝方を、画う、奈良県五条市へ撤退させるなど、主に軍事面で活躍した。幕府内部は、将軍孫氏と政務を取り仕切る忠義の、足利兄弟による二等制となっていたため、やがて両者の間に、 利害対立が頻発。諸名は、忠義と、性格的に、正反対だったこともあって、忠義との対立が次に、深まっていき、幕府を二分する、権力闘争へと発展していく。やがて、忠義側近の上杉重義、畠山忠相らの残言によって、執事職を解任された諸名は、死体と共に挙兵して、京都の忠義邸を襲撃する。 さらに、忠義が逃げ込んだ高氏帝をも包囲し、高氏に対して、忠義らの身柄引き渡しを要求する構想に発展した。高だよの終戦によって和議を結んだものの、ただを出家させて引退へと追い込み、幕府内における忠義ら反対勢力を一掃した。しかし、一説に、この騒動は、諸直と高氏の示し合わせによるものと言われる。忠義の出家後、 諸直は高氏着子の吉明を補佐して、幕政の実権を握る。昭平五年、官能元年、1350年、忠義の養子の足利忠冬討伐のために高氏と共に、針前出陣するが、この際に忠義は慶を脱出して、宿敵南朝に、降参、さらに南朝、忠冬と共に、諸直中伐を掲げて拒兵した、官能の上乱。昌平六年、 官能2年、1351年、摂津国内出浜の戦いで忠義、南朝方に敗れた高氏は、諸直兄弟の出家を条件には僕するが、諸直は、摂津から経営の護送中に、復讐のために怒り狂って待ち受けていた忠義派の、上杉義則らによって倉下藩、原票保険伊丹市において、死体、塩よら一族と共に、殺害された。なお、直、 死体兄弟だけでなく、孔子一族の多くがここで殺害されてしまった。十三歳に過ぎなかったと言われる、諸直の子、死夏まで犠牲となった。もう一人の子、死仙はこの時は行動を別にしていたらしく、難を逃れたが、昭平八年、文那二年、1353年に起こった、難朝税との戦いで命を落とした。これにより、代々足利家に筆頭重心として使え、 高氏の一連の決起においても軍事面で実行部隊として重役を担い、幕府成立後も足利将軍家を支えて養殖を歴任していくかに見えた講師は、室町幕府初期に政権中枢から姿を消してしまうこととなった。古典、太平記には、諸直は神仏を恐れない、現実主義的な人物であるとの逸話がいくつか記されている。 特に天皇家の権威に対しても、王、天皇だの、陰、自転の君だのは必要なら木彫りや、金の像で作り、生きている、それは流してしまえと発言したことが記されている。ただし、この発言については諸直本人の言葉として、直接記録されたものでなく、半諸直である、上杉茂義、畠山正史衆に協力した僧の名吉による、忠義への発言中にあるもので、 これも残限である可能性がある。ただし、このような態度は諸直に限られたことではなく、他の幕府公家にも天皇家の権威をさほど重んじない人間は少なくなかった。一方で諸直は、新女児の整備に尽力した一面もあった。また、諸直が、縁や高貞の妻に横連母し、恋文を、連れずれ草の作者である、吉田健康に書かせ、これを送ったが拒絶され、 怒った諸直が高さだに、謀反の罪を着せ、縁や一族が討伐され終焉を迎えるまでを描いている。新名証言公録ではこれは事実としている。金本忠臣蔵は、元読時代にあった阿公事件を、太平記の設定に固くしたもので、朝の長則を、塩屋方眼、高狭、良吉中を諸直とし、塩谷方眼の妻への横連盟を発端として、 描いている。縁屋の塩は長海の領地阿公の特産品、公諸直の公は、吉中の役職、公家に通じる。諸直と吉中とは、領地の三河でも繋がっている。高兄弟は、古典、太平記に記される逸話や、後世の創作などによって、悪逆非道の楽印を押されている。ただ、貴族の日記や太平記の描写には、諸直が、 廃下の武士の荘園の横領を認めていたなの話が出てくるが、荘園の横領は、諸直に限らず当時の武士一般に見られる行動であった。貴族や自社勢力に対して強調的であった、忠義派の有力武将、田高爪すらも、幸福寺の荘園横領によって、春日神木を担ぎ込まれて控訴された実例がある。また幕府内には、鎌倉幕府以来の武士層と、かつては、 悪党と呼ばれた人々や、総領の参加に入ることを補くされた、諸子層などからなる、信仰武士層とが存在し、前者及び貴族や、自社などの主級的な勢力が忠義しを、彼らからの圧迫を排除して在地における、支配権の保障を求めた校舎が諸名を支持した、とれている。この時代の知識階層で多く記録を残したのは、貴族、自社勢力であり、彼らに反抗する。 信仰武士層や彼らの擁護者である足利氏に対する反感もあったと思われる。また、諸男は大規模な合戦の中で軍の機動性を発揮させるため、文法切れ、捨ての方を初めて採用した。これは、先行確認として切った敵将の首を、一一軍部業に認定されるまで、厚生大臣に持っているのでなく、近くにいる仲間に確認してもらったらすぐその場に、捨てよという、 当時としては、画期的であると評される軍令で、諸直の合理主義者的側面を証明する、実例とされる。太平記には、諸直の心の広さを伝えていると評される逸話がある。四条縄手の戦いにおいて、楠木正幸の軍による攻撃が始まった際、上山公元、六郎座衛門という家臣が諸直の陣中に訪ねてい、上山は、 鎧も持たずに諸直の陣を訪れていたため、この危機を乗り切るべく、諸直の鎧を一両拝借しようとした。それを見とがめた、諸直の配下との争いの最中に、鎧の持ち主である等の諸直が通りかかった。諸直は、今、諸直に代わって働いてくれようとする者に、何を、鎧一両ごときを押しもうぞと言い、上山にその鎧を与えたのである。この、四条縄手の戦いでは、 楠木正幸率いる南朝の猛攻撃に遭い、諸直は窮地に立たされた。しかし、そこへ、上山が突如現れ、諸直の身代わりとなり討ち死にしたという。京都国立博物館肖像の騎馬武者像は、伝足家が高氏として、歴史教科書などでも知られていたが、近年はこれに会議的な見方が出てきており、画像の人物は諸直もしくはこの公子船やいとこの、 講師であるという説もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。